豚の生姜焼きです。今日は豚の生姜焼きを教わりたいと思います。いろいろ思い出があってすごく好きです。まずで、母が作る豚の生姜焼きが大嫌いだったんですよ。すごく愛情こもっててありがたいなと思うんですけど、ヘルシーすぎたんですね。もうなんかサッカーやってたからかな、多分脂肪がなるべく体につかないようにっていうマインドだったのか、もうカラッカラの生姜焼きで、いつももう口に入れたら水分が全部取られちゃうぐらいで、なんか多分そういう状態だからか、もう生姜の味しかしないっていうか、だからね、あんまり好きじゃなかったんですよね、母の料理の中では。他は美味しいですよ。でも生姜焼きだけはね、ちょっと、僕一人暮らしを高校を卒業してすぐに家出ちゃったんですけど、初めて。でちょうどその住んだ町にお肉屋さんがあって、上が定食屋さんになってて、でそこで食べた生姜焼きに衝撃を受けて、生姜焼きってこんなに美味しかったんだ、こんなにジューシーでっていうのを母に伝えたら、私も食べに行かせてって言って食べに一緒に行って、あ、生姜焼きってこういう感じだったんだねっていう、まあ、そんなエピソードがある。結構僕の中で生姜焼きってすごく家庭料理としてはある意味一番印象深い、母の味じゃない方を目指して今日は野口先生に美味しいのを教わって、母もこれを見て勉強してもらいたいと思います。お願いします。じゃあ生姜焼きだから、まず生姜、はい、生姜です。生姜をする、はい、これね、またスクワットしながらやってるからね。あ、本当だ、裏に溜まってる。調味料、はい、入れますか。はい、みりんとお酒、みりんとお酒、お砂糖、砂糖とお塩、はい、今日すりおろし生姜を入れてるんですけど、小さいお子さんが食べる時とかは、例えば絞り汁にして量を少なめに加えたり、あともう少しお砂糖を増やしたり、じゃあまず玉ねぎを、玉ねぎを、はい、薄切りにします。結構薄いですか。いや、火にかけてしまうので、5ミリぐらいでも大丈夫です。5ミリぐらいでも大丈夫、はい、この豚肉、はい、そのぐらいですね、うん、はい、片栗粉、片栗粉、これ使うんですか。茶こしです。茶こし、はい、この中入れるってことですよね。入れてください。わ、いいんです、いいんです、もうがっつり入れちゃっていいですか。入れちゃっていいです。で、バットにまず片栗粉を薄く広げます。こういうことですね、ケーキのあれみたいな。そうそう、スープですよね。そうです。あ、見てない、はい、ちょっと半分ぐらい残しておいてくださいね。もうなくなっちゃった。はい、はい、じゃあそこに豚肉を広げます。はい、1枚ずつですよね、はい、お肉に片栗粉が薄くつくっていうのがポイントなんです。そのために薄く伸ばしてますもんね。そうですね、これね、薄いお肉をそのままやるとこうくしゃってなってしまいません。なのでちょっとひと手間なんですけど、こういう付け方をするとお肉が焼いた時に広がったまま調理できるので、うんうんうん、そしたらその上にまた片栗粉を薄く、はい、入れます。これで調味料がすごく絡むんですよ。なので時間が経っても、例えばお弁当とかに持って行っても美味しいままいただけます。はい、よし、今日から座ってやれることになりました。嬉しい。座りながらだと見えないや、ちょっと中火で、はい、
広げていきます。これ全部広げられないな、やっぱり、うん、もうちょっとギュッて押しちゃって大丈夫、大丈夫ですか、うん、粉をつけてるので、むしろ後で火が入ればバラバラになります。最初に入れたあたりから返していけば、うん、大丈夫です。それで赤いところがなくなってきたら玉ねぎを加えます。はい、玉ねぎ入れます。玉ねぎがツヤ感出ましたか？出ました。はい、じゃあ調味料を加えてください。はい、調味料加えます。うわ、いい匂いだな、これ。汁気が少なくなってお肉に調味料が絡んだら火を止めます。こっちかな。